ゴーデスです。オッケー。ダスター、お前はもう雑魚だ。おそらく。うん。うんうん。あ、痛い。あ、弱え。弱っ。君弱いね。でも10ダメージは痛かったね。さあ、ここですね。ここをちょっと調べていきましょう。はい。お？ここは、一マスの部屋。あ、やっぱりね。あー、これあれだ。ね。クローリングケルプでしょ？これね、クローリングケルプって、何なんだと思ってね、調べたんですけど、クローリングで群衆する、なんか群生するか、たくさんあるんですね。ケルプがね、確かね、ワカメだって。なんで、ただのワカメがいっぱいあるだけだったっていうね。うん、それはあれですよ。経験値ももらえないですよ。ワカメを切ってるだけなんで。草刈りをしてるだけだったっていうですね、衝撃の事実が分かりました。なんで攻撃をしてくる、しかもやられる時があるってね。弱すぎるだろ。なるほど。こういう風になってるわけだ。こっち行きましょう。はいはいはい。はい。まあ、ここは何もないんですね、やっぱりね。まあ、思った通り出す。出す。思った通り出す。はいはい。基本的にあれですよね。宝箱とかないもんね、このゲーム。思った通り出すんで、こっち行ってみようか。おう、おう、ダスターくん。6匹は嫌です。よし。こうなっております。こうか。こうね。どっち行こうかな。こっちだ。まっすぐ。おっ！君はやれる。なんかちょっと、細いもん。弱そうだもん。でね、ガリアンもね、これ何なんだろうと思った。あ、逃げちゃった。調べる、リッカルド、ガス爆弾。おい！ちょっと！何？生き残ったメンバー。あ、大したことなかった。よかった。何やってんだよ、リッカルド。お前、戦いもしないくせに、ありえないな。ただ飯ぐらいか？最悪だ。はいはい、こうなってるわけですね。うん。おお、何もない。なんということでしょう。こっち行くしかないね。おい、ジャイアントスラグ、ドロドロしたもの、なんだろうね。ドロドロしたものは死んだ。あ、そうだ。あれ使っていきましょうかね。なんだっけ。マポーフィック？違うな。ラツマピックだ。呪文を唱える。ラツマピック。ディアルコが次、レベル3ここ覚えるみたいですね。まあ、まだ麻痺が出てこないからいいか。ラツマピック。やっぱり多分ね、砦以外意味ないと思いますね、この回。はい。砦の中に、おそらく階段があるんではないでしょうか。お？謎の空白地帯ができてしまった。見えてないだけ？ロミルは使ってみよう。そうか、そういうことがあるんだよね。はい。ポルタ、出た！ポルちゃん。君好きよ。うん。うん。うん。あ、いいね。あ、そんなにくれない。もはや。え？え？
あ、これはあれですね、扉を開いた時の敵と、ランダムエンカウントの敵が一緒に出ちゃったみたいなやつですよね、おそらくね。その2の皆さんはご存知だと思うんですけども、多分ね。ディオス回復しとこう。全開した？あ、減ってなかった？もしかして。あ、よかった、減ってた。ふぅ。うん。あ、いいね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 。よし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 。よしよしよし。意外と経験値くれる。回復しよう。ディオス。まあ、いいか。ここが最後でございますと。はい。あれー、何もない。やっぱり何もなかったんだ、ここは。なるほどね。おい！うん、強くなったね、我々もね。ガチで何もないですね。なるほどね。一回帰ろう。一回帰って、回復しますと。使えなくなっちゃった。そろそろディオスの上位版が欲しいところですね。はい。よし。ディオス。あ。ちょっと待て。OK。これで満タンで、盾を誰か手に入れたんですよね。調べましょう。まあ、あ、防具もある。ロリーンが、あ、なんか結構ある。結構持ってる。よし、じゃあ、鑑定しましょう。はい。酒場で外すの、入れるの倉庫くん。うん。で、これはどこで受け渡すんだっけ？違うな。あ、しまった。まあいいか。商店か？違うな。宿？あ、違うね。町外れ、調べる。あ、これだ。調べる。渡す倉庫。OK。調べる。渡すの倉庫と。よしよしよし。調べる倉庫を識別する。胸当て。鉄の盾。鉄の盾。お？全然できない。あ、できた。え？マジか。うわー、鉄の盾ばっかり。鉄の盾ばっかり。みんな持ってるよね。うん。いらねえ。うろ。杖もいらないよね。杖はヘルメルトが使えるのかな？渡してみよう。渡す、ヘルメルト、杖。調べる、ヘルメルトを装備する。あ、装備できました。よしよし。ボルタック、焦点、売る。胸当て。あ、安っ！鉄の盾。胸当ては誰か持ってるかな？ちょっと待って、調べよう。鎖片べらとどっちが強いんだろう？あ、どっちこれ？胸当てかな？ちょっと、店で見てみよう。買う。胸当てと鎖片、あ、胸当ての方が強い。よし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 。
まあ、強いかどうかちょっと保証はないんですけども、いいんじゃない、渡す、じゃあ指揮者にね渡してもらって、装備する、ダンビラ、ダンビラって何なんだ、胸当て、 AC どうなった、あ下がった下がった、4だったもんね、お、いいね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 、倉庫君に鎖片ベロ渡しておこう、装備する、鎖片ベロ一応持ってるか、あいいねいいね、よしで、お金を山分けではなくて、倉庫が入っとかな、詰める、お結構お金余った、たまってきた、仲間から外す、仲間に入れる、 OK、 では続行しましょう、1階、もうそうだな、1階のね南西のあのなんか海がどうのこうのっていうところが怖いんだけどね、行かなきゃいけないのかな、まあ、行ってみるか、こっちまだ行ってないとこあるな、ここですね、ここ行ってないですね、南へ、ゴー、よし、進みます、1、2、3、扉、こっち側に向かって扉、うん、一歩先に扉、また一歩先に扉、失礼、使っとこう、ラツマピックのロミルア、よいしょと、はい、これ城塞の裏側ですね、うおー、なんかいろいろあるな、ほうほう、2歩目で扉、3歩目の4歩目が扉の4歩目扉の行き止まり、よし、それでは扉入りましょう、行きます、ゴー、お、一歩先の扉の、一歩先の扉、扉、また扉の、あ、しまった、ちょっと間違えちゃった、よいしょ、扉は嫌だの、こっち行くと扉がある、扉がある、ここはまあ行き止まりでしょうな、うん、やっぱりね、結局どん詰まりだな、行くか、一回ね、もう怖くないですね、あんまりね、うん、ガンガン進める、おう、ごめんなさいね、6人は嫌です、よいしょ、行き止まりだったんで何もないでしょうと、でこっち行くしかないね、はいはいはい、なるほど、全貌が見えてきましたよ、ここは扉、よし、うん、うんうん、いいねいいね、一人一冊で、一冊、あ、いや、あー、ちょっと逃したね、はい、で、こうなってるわけで扉があると、はあ、ここもだってただの行き止まりですよね、ジャイアントスラム、いっぱい出るね、おいやめろアナコンダ意外と強い、アナコンダヘルベルト一応眠らしておきますか、ディオス、あ、あ、ま、待て待て待て、魔法が、魔法が
ょっと待て、一転して大ピンチに。帰ろう。大ピンチじゃないですかこれ。何やってんだ。帰る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 。今どこにいる。これはこのまま帰れんのか。いや待て待て待て、帰ろう帰ろう帰ろう。うわあ、逃げ帰る。ダットのごとく逃げ帰る。いて、焦るな。俺はただ寝たいだけなんだ。よしよし、危なかった。事故ですね完全に。怖いな。勘弁してくれ。回復。あと2回でなんとか全開してくれ。無理だな。はい。危なかった危なかった。はい、これで気を取り直してもう一度同じとこ行ってみましょうかね。はい、ラツマピック。ここだね。どんどんどんと進みの、こっち、こっち。ここ行ってみましょうかね、じゃあね。あ、扉。ここで繋がるんだと思うんですよね。ね、繋がったね。はい、これさっき、行きかけた扉で、こちらの探索終わりました。残るは、この、城塞の部分と、南西の、だだっ広い空間のみとなりました。どうしようかね。どっちから攻めましょうか。出た、クローリングケルプ。群生するワカメ。あなたとは戦わない。植物愛護の心。どうしようかな。やっぱり広い、多分ね、この城塞に、何かあるのは間違いないので、そっちが、メインなんだろうな、この回は。というわけで、広いところの、を恐れずに踏んでいきます。やるしかねえ。やるしかねえだろう、と。ああいうことですね。いて。ちょっと待って。はい、行きましょう。ここをまっすぐ行くと一番奥に行くんだよね。ここね。ほい。これ何なの？怖いって。あれ？あれ？戻った？あ、進めないの。あ、そうですか。おーおー、なるほどね。あ、進めないの。ほー。進めないんだ。水が深いってことかな？はい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 、全然ダメだね。あ、おお、あっちに扉があるじゃないですか。え、何あの扉、何あれ、いけないの。そうかい。あ、そうなんですか。いけないみたいです。せっかく勇気を出したんですけどね。どっか一個だけ行けるとことかないのかな。ないね。ダメです。全く。うい。あ、ガイスト。全部外れてんじゃん。やるね。やるね、ガイスト。外さなくなってきたね、攻撃ね。素晴らしいですね。
はいはいはい。いけません。いけません。全くいけません。そうかい。じゃあ、城塞に行くしかないんですね。はい。どうなってんだっけ？え？目の前に暗い湖、先に小さな島があって、あの城塞砦にさっき行ったのか？わかんないね。なるほど。なんかワンよりこう情景をこう想像させる感じになってるんだな。ワンはひたすらダンジョンの中進むだけだったもんね。はいはいはい。よし、じゃあ城塞に向かうか。しょうがねえ。多分ここまでレベル上がっていれば、この回はクリアできるんじゃないかなと思います。レッツゴー。迷子にならないよ。ここですね。はい。堀に進む竜に気をつけろ。フラッカーに回っていくんだよね。That's my pick。え？出た。死んだも何も、だって、ワカメだもん。うん。ひどい。いや、まあ、むしろ経験値もらえるだけすごいなって話ですけどね。これは倒さなきゃいけないんだよね。はい。経験値をもらえるだけすごいですよね。確かにね。考えてみたら。ワカメ切っただけだもん。あ、意外としぶといね。よし。レベル上げに最適でございます。今からプレイする方はここでレベル上げをしてください。よし、ここ壁ができて、さあ、砦以外の1階の地図は完成いたしました。おめでとうございます。結構回復した。これぐらいね、毎回お願いします。いけ。おっと、ここも、そうか、門番ね。はい。結構強いな。うん。うん。消耗してしまいますね。さあ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 、じゃあ、来ましたよ、というところですね。お、すげえ回復した。ラッキー。いきます。待ってね。ロミルワを使っておきます。よし。さあ、さあ、さあ。開始でございますよ。